はい、みなさんこんにちは、かっちゃんでーす。ピャリピャリということで、今日は久しぶりの並べて焼くだけパリパリシリーズということで、夏に旬のキュウリをたっぷり使って並べて焼くだけ簡単美味しいパリパリキュウリを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。材料はキュウリ1本 100g、 ちくわ2本、餃子の皮、ミックスチーズ、その他細かい調味料や材料は動画の概要欄にも記載してあるので、そちら参考に作ってみてください。キュウリの両端を切り落とし、包丁の背を使って側面のイボを落とします。イボを落としたら縦半分に切り、斜めに包丁を入れて細長く薄切りします。切り終えたらボウルに入れて塩小さじ4分の1を振り、キュウリがしんなりするまで塩もみします。塩もみしたら5分ほど置いておきます。ちくわ2本を縦半分に切り、斜めに包丁を入れて細長く薄切りします。はい、では5分ほど経ってきゅうりから水気が出てきたので、手で握って水気を絞ります。水気を絞り終えたら、切っておいたちくわ、オリーブオイル小さじ1、おろしにんにく小さじ1と混ぜ合わせます。はい、では上にトッピングする具材を用意したら、フライパンに薄くオリーブオイルを広げます。オリーブオイルを広げたら、餃子の皮の縁を重ねて円形に並べ入れます。餃子の皮の縁を重ねながら、隙間がないように円形に並べ入れていきます。餃子の皮を並べ入れたら、全体にマヨネーズをかけ、合わせておいた具材を広げのせます。具材を広げのせたら、全体にミックスチーズを散らし、縞模様にマヨネーズをかけます。ミックスチーズ、マヨネーズをかけたら蓋をして、中火で5分加熱します。はい、では5分蒸し焼きして、そこに焼き目がついて生地がスルスルと動くようになったら、アルミホイルの上に取り出します。ではアルミホイルの上に取り出したら、魚焼きグリルやトースターで表面にこんがり焼き目がつくまで焼きます。途中で餃子の皮の縁が焦げそうになった場合は、アルミホイルをかぶせて焦げないように注意しながら加熱してください。はい、では表面に焼き目がついたら、あと食べやすい大きさに切って食べてみてください。ではこんな感じで、並べて焼くだけ旬のきゅうりで簡単美味しいパリパリきゅうりの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は夏に旬のキュウリをたっぷり使って、久しぶりのパリパリシリーズパリパリキュウリを作ってみました。それでは本日はおいたしレモンサワーで乾杯。乾杯。ナイスをいたし。じゃあ早速いただきましょう。久しぶりの並べて焼くだけパリパリシリーズということで、暑くなってきて、これからどんどんこうキュウリが旬になってお値打ちに買える季節になってきたので、キュウリをたっぷり使ったパリパリキュウリを作ってみました。じゃあ食べやすい大きさに切ってお皿に盛り付けて食べてみてください。じゃあいただきます。
おいきゅう。めっちゃ美味しい。たっぷりの塩もみしたきゅうりのパリポリっとした食感に、パリッと焼き上げた餃子の皮がとても美味しいレシピになってます。きゅうりはすごく水分が多いので、あらかじめ塩もみすることによって餃子の皮がベタつかず、ほんとこのきゅうりのパリポリっとした食感がとても美味しく食べられます。きゅうりプラスちくわも合わせることで、お手軽なちくわで全体にボリュームが出つつ、ちくわの旨味が広がってとても美味しく食べられます。きゅうりの味付け自体は塩もみした際の塩気をうまく使いつつ、シンプルにオリーブオイルとニンニクの味付けだけでとても美味しく仕上がります。餃子の皮を使って、ほんと薄めのクリスピーピザのような感じではあるんですけど、ピザ生地を用意することなく、餃子の皮でお手軽簡単に作ることができます。ほんとこうフライパンに並べて焼くだけで簡単に作れますし、上の具材もきゅうりやちくわを使いながら簡単に用意することができます。餃子の皮を使うことで、ちょっとこう縁の色づいているところはパリパリの食感に仕上がります。フライパンで焼いた後にグリルで表面にこんがり焼き目をつけることによって、香ばしい風味がとても美味しく食べられます。きゅうりってなかなか火を入れて食べること少ないかと思うんですけど、食感もこうしっかり残りつつめちゃくちゃ美味しく食べられます。きゅうり1本丸とたっぷり使えるので、これから夏場にきゅうりをたっぷり使いたい時にもおすすめのレシピになってます。はい、ということで今日はフライパンに並べて焼くだけパリパリきゅうりを作ってみた動画でした。パリッポリッとしたきゅうりの食感に、クリスピーピザのようなパリッパリの餃子の皮がとても美味しいレシピになってます。これからどんどんきゅうりが旬になってきますし、短時間で簡単にきゅうりをたっぷり美味しく食べられるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイキュウリー。上の具材で飲めるわ。